こんにちは、RWS ドリーム塾埼玉支部のレオコーチです。レオコーチ、何言ってるか分かんないです。もう一回お願いします。相馬コーチです。はい、今日はいつもあの真ん中にいる真ん中にいるって言い方悪いけどね。真ん中にいる森影代表中コーチがいないんですけど、今日は埼玉支部、3人でカメラマン匠コーチで撮っていきたいと思います。で、今日自分が皆さんに解説したい技は、相馬コーチ、わかんないです。自分が回っちゃうドリブルといえば何ですか？はい、メリーゴーランド違います。コーヒーカップ違います。自分が回っちゃうドリブル。あ、自分がね、自分が回っちゃう、自分が回っちゃう。ジダン。まあ、ジダンですね。マルセイユ。マルセイユなんで出てこない。ポッカチオルーレットです。マルセイユルーレットを解説 していきたいと思いますんで、次の動画をご覧ください。レッツ。今からダメな例といい例のルーレットに関して説明して解説していきます。で、まず今多分最初にダメな例といい例を流れたと思うんですけど、まずダメな例は、相手に向かってドリブルをしてルーレットをしてしまう。で、相手に向かってドリブルをしてしまうと、このままルーレットしたところでこの相手は騙せなくて、このスペースに向かってボールを転がしても相手が反応してしまって、体を入れられたりボールを触られたりしてしまいます。で、いい例のルーレットっていうのは、相手の矢印を作ってあげる。相手に向かっていくんではなくて、スペースに向かってドリブルすることで相手が横に動く、この形を作ってあげることがルーレットではめちゃくちゃ大事です。なので、スペースに運んでこの相手の矢印を自分の方向ではなく横に向けてあげる。そうすることで相手の逆を取れて、スペースで向かってドリブルをすることができます。これが、ルーレット、今のダメな例といい例の解説になります。で、ルーレットの、練習方法としては、例えば、コーンを使った練習で、これも相手をイメージしてほしいので、コーンを相手だと想定して相手に向かってこうドリブルしてルーレットするんではなくて、このコーンに対してもしっかり斜めにドリブルする、相手を動かすイメージでスペースにドリブル、ルーレットで右側のスペースに運ぶっていうことを練習してみてください。ご視聴ありがとうございました。